ですけれども、枠の下を平川のシュート、あ、目線の駆け引きもあったと思いますけど、非常に3度目の正直。林のボール、これも中央へボレーシュート、ヘディング、先制町田。前半5ですかね、平川ですね、はい、はい、なのでから横に繋いでカットした、さあ奪った、平川、平川パスを選択、詰めた、最後はオーセフ、パスを選択したっていうところ、これはもっとチームのためにプレーする素晴らしいプレーですね。打てたんですよここで、でもちゃんと見、平川が収めてチャンミンギを追い越しましたが、平川クロス、ヘリングシュート、を落として平川チャンス、先制しました FC 町田ゼルビア。田部から、さあもう一度田部です、右に上がってきた柳高弘、右サイドクロスを入れてグレイソンのシュート、岡山追加点、グレイソンに J 初ゴールが生まれ、いや、わーっとヘディング、どうだ、入りました、最後はグレーソンだったでしょうか。強し、狭いところで勝負、グレーソン落とした、シュート、ガブリエル・シャミエル、逆転しました、ファジアの岡山。ここからまた中入れたボール胸で落としてそのままいい足ですね、やっぱこの距離感でこの感覚2人持ってますから、はい、ワンタッチワンタッチですから、さすがに群馬のディフェンスも対応できなかったですね。送ります、石田に通る、右の川上に送る、シュート、セブ、もう一度シュート、岐阜同点通る、さあ手を挙げている藤岡、その藤岡ヘディング、藤岡2点目、4対1、右のスペース、外から石田折り返し、決めた、早速来ました、からのロングフィード、宮市中途半端、田口がフリックを落としてシュートだー、藤岡逆をついた、追加点は FC 岐阜、前に置いた縦パス、前を向いた藤岡のミドル、なんとハットトリック、藤岡浩介、圧